いやあ、マルコム博士、おじと楽しいおとぎ話でもしに来たのか。あそこで何が起きたか知っているだろう。今は私がインジェン社の代表なのだよ。社の利益はしっかり守らないとな。君の言う通りだった。私が間違っていた。どうだ、認めたぞ。ヌブラル島は客向けのただの展示場所だ。研究と育成はサイト B でやっていた。ソルナ島でな。数週間前、ヨットでクルージングをしていたイギリスの家族が偶然その島を訪れた。役員会はその責任をわし一人に負わせて、インジェン社代表の座を奪ったんだ。つまり恐竜がいる島が他にもあって、今回はフェンスもないのか。そこに人を送り込むって。恐竜たちの完全な記録が欲しい。写真付きでな。サラも言っているのか。彼女は大丈夫だ。何しろ今回の調査チームなら。こいつは調査任務じゃないな。救出任務に切り替えて今すぐ出発する。納期を3日前倒しで完璧に仕上げるのは無理だ。まだ準備できてない。テストすらやってないんだぞ。いいかみんな、乗り物の修理が終わるまでどこにも行けんぞ。どうも、ミネイです。今回から、レゴジュラシックワールドの中のロストワールドの部分をね、やっていきたい。もう前かよ。マルコも博士がいい。やっていきたいなと思っております。ロストワールドあんまりね、影が薄くてね、知ってる人はいるんです。ん、学者のキャラクターは複雑な方程式を解けるんだ。解いてもらう。ん、解いてんのこれ。ん、これ解いてんの。解いてんの。これか、これとこれか。え、え、どういうこと。全く理解できずに、それこそね、方程式のようにね、解いてしまったわけだけど、これは何、何のパーツだこれ。ん、おっちゃん、片一方ちょっと回してくんない。手伝えや、おっちゃん。おっちゃん、これいいのかな、片方だけで。よくない気がするんだけど。おっちゃん、こっち、いいのかな。ん、わかんない。とりあえずこいつでできるとこやっていこうか。撃てばいいんだよね、多分上。よし、なんでここで銃持ってんのかよくわかんないけど、撃って、よし、いいね。落として、できることからやっていこう。ん、何、え、な、何やってんのお前。ちょっと待って待って待って、何やってんの。え、ちょっと待って、乗れるようじゃないんだよ。あ、これ使うとこに持ってくんだ。こっち行ってみる。これかい。ん、どこだ、こっちからか。はいはい、これでいいのか。まあ全部やっていく。よし、ちょっと待って、乗って、いいね。こっちか。これは何、どういうあれ。あ、タイヤはめんのか。ちょっと待って、タイヤの空気を半分入れろ。半分、全部入れたらいいんじゃない。ダメなのかな。そこまで無能じゃない。ん、何何何な、何があったの。すごいよね、自分の会社なのにさ、ガンガン壊していくんだよね。あれ、タイヤは。もう一個あるよね、タイヤ。あれ、まあいっか、どっかあるでしょ。ああ、
そこのブルンブルン壊れたオブジェクト。どうかな。あ、俺なら直せん。俺っていうかこのハゲ俺っていうの嫌なんだけど。ハゲなら直せんのか。傷口を使ってたよ。道理でな。すごいな。殴っただけで治ったぞ。お前できなかったのか。いいね。子猫が喉を鳴らしてるみたいだ。スパナ。猫にしては随分うるさいけど。どうも。スパナ拾える？あ、無理か。あれが挟まって壊れてたってことかな。そういうこと？よし。とりあえず壊せばいいと思ってそうだよね、この人。壊すのがね、やっぱこのゲームの中で一番楽しい、一番じゃないな、楽しいことの一つだからね。あ、タイヤ自体は2つしかないんだ。で、1個ずつ解決していけってことか。あ、タイヤ歯車みたいに使うんだ。乗って、よし、行こうか。これをもう一個はめればいいんだよね。よし、よし、到着で。え、はめた意味なくない？トゲが刺さった。大丈夫かお前。ゴムなのに。ゴムなのにとか言うんじゃねえ。もういいから車に乗れ。危ないぞお前。壊すなよ。で、あと1台、あいつを直さないといけないのか。そうだよね、これだよね。まるでこれ2人で回せないの？1人しかいないんですけど。あ、これあれか、わかった。緑作るんだ。ちょっと待って、赤じゃない、青と黄色でしょ。これ今何が入ってんだ。こうじゃないの？え、じゃなくて何も見えない。何がいるのこれ。何色が欲しいんだ、言ってみろ。ペンキが乾いてるだけか。ペンキが乾いてるだけかじゃないんだよ。何色がいいんだこれ。あ、全通り試すかい。赤でこっちを回して、でも紫って結構見たよね、何回も。え、何色何色がいいのそれ。全然わかんないんだけど。わかんねえぞ、わかんねえぞ。博士じゃないよね。博士の所業じゃない。これどうすればいいんだ。緑じゃないんだよね。だ、何色がいいか言ってみろよ。あ、ごめん。お？あ、やべ、なんか出ちゃった。最悪最悪。あ、赤に塗っちゃった。緑にしたいんだ。はい。恐竜から見えないように。T レックスに食べられたいなら話は別だけど。あ、それもいいんじゃないか。俺じゃないのに。俺じゃないのに。そう。もう覗き込んだりしないからな。よし。黄色。青。こう。これで緑だね。よし。乗って。押して。ほらよ、緑だ。混ざるだろさっきの赤と。どうよ。捨てるんじゃない。両親乗り物を乾いてなさそうだけど。次はあの移動式ラボに取り掛かろう。さあ行くぞ。移動式ラボ。ああ、あったね。運転に注意しろ。急な連絡をどうも。ニック、彼はイアン・マルコム。ニックはフィールドフォトグラファーだ。イアンは、イアンだ。ニック・バン・オーウェン。
オーウェンさんって言われてたやつかな。あれ違うか、それはあれか、ワールドか。え、で俺はどうすればいいの。バス、バスっていうか、え、どれだ。あ、こっちかな。あ、こっちっぽいな。なに、鍵がどこかにある。ああ、バールのようなものでレゴドアをこじ開けられる。ああ、これか、別のキャンディ。よし、これはまた別の。向こうから開けてくれ。普通にさ、壊して開けるのがさ、なんか当然のことのようになってるけどさ、ダメだよね。ええ、ダメだ。エンジンがビクともしない。ダメだって言われちゃった。足を知らずにあれを仕込む方法を思いつかないか。ソファーを動かすのにエンジンホースを持って帰るんじゃなかった。ここでまたぶっ壊せばいいんだよね。チェーンカッター、あるんだ、チェーンカッターとか。あ、間違えた、レンナだと思ったわ。あれ、よし、だよ。満足プレイも板についてきたね。あ、ハゲ、おいでハゲ。よし、だからお前のさ、やり方は違うんだよ。壊すやり方なんだよそれ。ん、何それ、射的の的か。はいはい、またハゲでしょ。はいはい、行きますよ。よし、健康安全規則を知らないのか、まったく。よし、オッケー、組み立てて。何作ろうとしてんのそれ。わお、そのやり方を思いつかなかった。何これ、信号。その調子だ、押し続けろ。オッケー、奴隷みたいなことさせられてるけど、奴隷の方がまだマシか。一日中こんなんやらないもんね。よし、オッケー、元通りだ。どうもな。高所避難装置だ。上に行って高い場所に避難する。ちょうど奴らが食いつきやすい位置だな。なんかそんなん言うてた気がするね。よし、ゆっくり上がるね。避難するに遅いんじゃないか。違うか、寝るときとかに使うんだっけ。おお、おっちゃん、カッターして、カッターして、カットして、邪魔するよ。本当に邪魔だよ。あ、椅子は壊せないんだ。なんだなんだってなんだ。お、いいね、ハゲでできなかったっけ、こういうの。無理か。よし、おっちゃん、違う違う、もう違う、上だわ。はい、こうしてちょ、これじゃないといけないよね多分。上いけないでしょ、ここいけないでしょって。ちょっとなまっちゃったけど。で、ここまで来たけど、あ、こっちにあったんだ、この車が。島で雨が降るかもしれない。オープンカーにするとしても、もっとよく考えてからに。オープンカーはダメだよ。オープンカーってさ、夏の暑い時に乗ってる人ってすごいよね。なんか、そこまでしても乗りたいっていう気持ちがあるっていうのはすごいなって思って。その悪いとかじゃなくてね。おい、ダメだもん。暑かったらクーラー入れるし、寒かったら暖房入れる人だからさ。もう昔の日本では生きていけない人だよ。ハゲ、ハゲ、それぐらい飛べよ。頑張れよハゲ。あれ、これなんか組み立てたりできるね。ちょっと広がったから、うおー、すごい、直してちょ。だからさ、昔のテレビみたいに直すのやめな。よし、オッケー、はい。ん、
ああ、動かせるんだ。これで多分あれでしょ、あ、これが屋根なんだね。そういうことか。はいはい、よし、持ち上げろ。遅いぞ遅いぞ。ちょっと危ないよ危ないよ、作業員大丈夫か。ああ良さそうだな。おお、危ない危ない。パパ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 パ。なんてすごい設備待て、全部レゴなんだもんな。いいよ、作ってみたいよね、こういうのね。これで島のさ、全部とかさ、水までレゴだったらね、拍手喝采なんだよね。ハーディング博士の衛星電話に埋め込んだ位置センサーがそろそろ反応するはずだ。はい、ということでちょっと今回はね短いんですけども、まあ、個人的な話なんですけど、闇上がりねで闇上がりねって言っちゃったけど、闇上がりでね、ちょっとあまり声がね、ちょっとおかしいなって思われるぐらいの声かもしれないんですけど、ちょっと出にくい状態なので一旦ここで切りたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。